ついに初めてみちのくリーグを見に行きました。ただリーグ戦ではなくてチャレンジリーグの参入戦、各県のリーグ戦1位とみちのくチャレンジリーグ、いわゆる2部です、2部リーグが北と南に分かれていて、その、7位、8チームのうちの7位、一番下は児童工学なのでが、集まって6、8チームになるのかな。で、2枠のみちのくチャレンジリーグの、昇格権、残留権を争うみたいな大会に行ってきたんですけども、まあ、なんでこんな、言ってしまえばマニアックな大会に行ったかと言いますと、見たいチームがありました。それがですね、宮城県のフォーリークラッセ仙台です。で、このフォーリークラッセ仙台がなんで見たかったかっていうと、中田秀俊さんも認めたみたいな形で、有名な、財前信之さん、ベガルタやモンテディオ山形で活躍しましたね。彼が立ち上げたチームで、どうもかなり面白いと、強いチームだと。で、いい選手も輩出していると、それこそ市船であったり、青森山田、とうとう、高体連の名門に行っているということで、で、かつ面白いサッカーをするということで、ちょっとコンビニ挟んだので見に行きたいなと思って行った次第でした。で、ちょうどね、対戦相手もね、アイズサントスっていう福島県の強豪だったので、これは面白いカードになるだろうと思って行ったんですが、これがね、結果、フォーリークラッセがなんと6対1と大勝したんですね。そこで見たフォーリークラッセのサッカーっていうのに結構衝撃を受けたわけです。何に衝撃を受けたのっていうと、まあやっぱりその現代的なサッカーをしているというか、フォーメーションも 3-4-3 ですね。2シャドウっていう形で。で、まあ3バックからしっかりビルドアップをしていくんだけど、しっかりそこの約束事みたいなところがあるのかな。攻守においての立ち位置みたいなのがしっかり決まっているような感じがありまして。で、特筆すべきは、ポジショニングがいい。ポジショニングがいいってどういうことかっていうと、そのボールを受けた選手に対してのサポートにしっかりいる。複数ポジションがいて、距離感がいいんですね。だから奪われた時にもサポート、奪回しに行く選手というのが近くにいますし、パスコースもしっかり用意されているし、そのパスコースを作るために周りがしっかり動く。で、3バックの両脇なんかも結構こう積極的に攻撃参加もしていくし、あとはその基本的にボールを保持しているんですけども、全員がその賢く両足を使ってボールを扱い、攻撃に迎えるというような、そんな選手の技術というものを感じた次第ですと。そんな中でも、この能力が光ったわけですが、まあなんか得点シーン6点も、6点がこういうのですっていうのも、解説していくのもあれなんでちょっと端折りますけど、ただ先制点はアイズサントスで、コーナーキックのこぼれ球も結構スーパーボレーが決まって1点取ってどうなるかと思ったんですけども、そこからはもうずっとボールを保持して、押し込み続けて、で、フォーリークラッセ仙台が、6点を決めたというような形でしたね。結構多彩でしたね。まあでも比較的、ボールを動かしながらサイドの選手が前進にして、で、横パス入れたりして目線をずらして、ゴール前の選手、最終的にはもうほんとフォワードとか、ツーシャドウの選手がフィニッシュをするっていう場面が多かったかなと思います。相手のディフェンス陣の目線掴みどころっていうのを定めさせないっていうような攻撃をしていてですね、非常に面白かったなと感じた次第でした。7番キャプテンのハリウリョータ選手ですね。左利きのアタッカーなんですけども、彼はシメデスパレスユースに進学することが決まっています。まあ、シャドウにいて、最初は右のシャドウだったんですけど、途中から左に入ってっていうような感じで、まあシンプルに左利きの、シュートセンスがある。キック精度が高いですね。1点目なんかは、彼の1点目、チームとしての2点目だったかな。裏に抜け出して、ゴールキーパーと1対1のところを、右から選手がスライディングしてきて、ファーは切られたので、ニアにしっかりコースを狙って打ったのがチームの2点目、本人の1点目。で、結構試合を決定づけたのが、この彼が奪った2点目、チームとしての3点目だったと思うんですけども、左からのクロスをボックス、外、中央で受けて、反転して、右足で右上の隅に決めたんですね。で、なんか左利きの選手が、あそこまで右足を器用に使える場面ってそんなにない。特にこの中3世で。迷いなく、特にしかもタイミングを外して打てるっていうところに、まあ彼のそのサッカーセンスっていうものを感じました。球離れも結構良くて、最後そこの、まあゴールを取るっていうところのラストプレーのところに集中をしていていて。で、そこの最後のフィニッシュのところで、シュートを正確に放てる。そういった攻撃の技術の高さというものを感じた次第です。J ユースに、行って、なかなかまあ大変な環境ではあると思うんですけども、まあこのシュート精度というか光るものがあるので、そこをちょっと武器に頑張ってもらいたいなと思いますし、高校も追いたいなと思った次第ですと。はい、林タスク選手ですね。彼はかなり攻撃力があるセンターバックだなと思っていて、
右、スリーバックの右なんですけども、まあなんか言ってしまえば、ミシャサッカーの浦和レッズの森脇さんとか、みたいな感じ、とか、広島にいた塩谷さんみたいな感じで、隙あらばもうゴールに向かっていく。彼がやっぱりその攻撃に厚みをつけていく。本当に相手のペナルティーエリアとかにもガンガンインナーラップして入っていくみたいな形で、まあ、さっき話した相手に掴みどころを定めさせないっていうのは彼の攻撃参加っていうのが非常に大きかったかなと思います。サイズもあって機動力もあって、まぁ、ちょっとそのビルドアップのところもう少しっていうところだと思うんですけども、この攻撃のタイミングとかと持っているディフェンダーの選手ってなかなかいないので、まあ、これを武器に高校でもね、出していってほしいなと思います。彼もそこで揉まれて成長してほしいなと思いました。はい。でですね、あと左サイドのこの平井ルナ選手、16番。まあ、彼は何が印象的だったかっていうと、割と前半は後ろの方でビルドアップ、ゲームメイクに関わってたんですけど、徐々に時間が経つとともに前線に顔を出す回数が増えていって、それも自身の突破、左足、多分利き足左だと思うんですけども、を軸にして、の中心と逆をついたドリブル、そしてクロスっていうものが見せる中で、深みを取っていく、相手のディフェンスラインを下げさせるっていうことを、個人のドリブルトッパーの力でやっていったんですけども、その中で家庭で右足も結構使って、なんなら右利きのような持ち方をして、ボールを晒して、で、相手の逆をついて抜いていくみたいなシーン、基本縦に行くことが多かったんですけども、まあ、俺をやれていて非常に印象的でした。特に最後のエリアのところでグッてスピードを上げていくところも印象的でしたし、最後のクロスの精度のところっていうのは伸ばしていくべきところかなと思うんですけども、あそこまで侵入できる。ちょっと味方も使っても、個人の突破でもいけるっていうところですごい印象に残りましたね。はい。で、実はそのホーリークラスの中でも一番印象に残ったのが、6番の成沢健一郎選手ですね。ボランチの一角だったんですけども。で、フォーリークラスやっぱこのボランチの2枚、もう1枚、中野圭也選手とですね。まあ本当2人合わせて話しちゃっていいかなと思うんですけど、この2人がかなり良かった。攻撃、ビルドアップの時は片方が落ちて、特にこの6番の成沢選手が落ちて、3バックプラス1みたいな形で、ボールポゼッションに加わって動かしていって、サイドに散らしていってっていう中で、先ほど話した4番の林選手、3バックの右の林選手に加えて、この中野選手もかなり攻撃前に出ていくんですね。なので、ゲームを見ていたらボランチじゃなくてこれシャドウなんじゃないかって思うぐらいには前線に顔を出していく。でも前線に張り付いているわけではなくて、しっかり押し込まれた時はポジションを後ろに取っていて。で、時には、一つ下がってビルドアップにも関わってくる。ただまあ基本的にこの6番の成沢選手に、ボール回し、攻撃を作っていく。過程っていうものを担わしておきつつ、長野選手はやっぱりその前線でパワーを出すために、まあそこを伺っていたというような感じで印象でしたね。かなりまあ攻守と言いますか、攻守というより前と後ろっていうような役割がはっきりしていたこのボランチの2枚、かなりフォーリークラスの生命線なんじゃないかなというふうに思った次第です。はい。まあ、この2人はね、高校でも2人でやってんのか見たいなっていうのを思ったんですけども、まあフォーリークラスはね、ジュニアユースのみなので、二人がそれぞれ別の進路を歩んで、その先でも活躍してくれることをちょっと期待したいなというところです。では、この大敗の中で、まあまあ、もうお手上げだったかっていうと、そうではなくて、先ほど先制点を取った、井上渡選手ですね、スーパーボレーって話したんですけど、右のコーナーキックのこぼれを叩き込んだんですけど、まあ彼がボランチのところで、数は少なかったんですけども、まあ、ボールを奪って前へ運んでいく。で、まあ、ボランチでボールを運ぶっていうところで、自陣から本当10メートル、20メートル運べるってかなり大きいと思うんですよね。ラインを押し上げる。ちょっと押し込まれている苦しいところを少しでも楽にできる。なんかそういったプレーを心がけていたようには思えて、もちろんその得点シーンのボレーシュートなんて見事にミートして上手かったんですけども、もうまあまあ中盤としてそういった、チームを前に進ませるっていうドリブル。姿勢も良くてですね、結構目についた次第です。身長もそんなに低くなくて、そこのプレーっていうのに磨きをかけてもらいたいなというふうに感じました。あとはまあ60点してしまったんですけどね、この9番の宇奈山新選手。彼が2年生番を背負ってのセンター。まあ6点は取られてしまって、まあ課題が残るゲームだったと思うんですけども、結構サイズ感があって、そこの最後のところしっかり、守りに体張ろうとする姿勢もありましたし、まあその押し込まれてしまった分、ビルドアップのところっていうのはなかなか出せなかったと思うんですけど、まあ下手ではないかなというふうに思いました。まああとはその1個上の中にも入っても結構堂々としているとか、やっぱり体つきがいいなっていうふうに思いましたね。はい。まあちょっとこんな感じで6人ぐらいですか振り返ってみたんですけども、まあ総じてちょっとフォーリークラスのサッカーっていうものに結構衝撃を
受け、期待感を持ちました。なんせ今、今話した選手たちが2期生なんですよね。去年が1期生、今2期生。で、中2が3期生みたいな感じでどんどん続いていって、これから3、4、5期生といい選手がいるというふうに財前さんにもね、試合後話したんですけど、そんなことをおっしゃっていたので、ちょっと東北のラビーダだったり、関西のリップだったり、九州のソレッソってなんかそれぞれやっぱ強い街クラブっていると思うんですけども、東北のその代表する街クラブって地位は、このフォーリクラスが取るんじゃないかなというような形で、ベガルタモンテ、青森山田っていうところが、まあ長らく覇権を持っていたようなイメージがあるんですけど、東北はそこにちょっと風穴を開けに行くような存在になってくると思うので、今後もちょっと注目していきたいなと思います。